後半戦ということなんですけれども、改めてフューチャーオブワークという、これからのちょっと働き方、そのワークスタイルについてちょっとさらにお話を伺っていきたいと思います。今後10年で起こるだろうと思われていたような、例えばそのある種のミラーワールドとかメタバースのような、こう人々がこうつながっていく、 さらにその現実っていうものを拡張していく世界が、これからこう進んでいく中で、こうじゃあ今これだけでもこう疲弊している僕らは、どういうふうにこう新しいネットワーク環境の中でこう働いていくんだろうっていうのをこうちょっとお話しして、いきたいと思うんですけれども、Zoom とかの中でも僕らこう共感みたいなものってこう日々生まれてるものなんでしょうか。視覚情報、聴覚情報だけだとすると、それは語りを聞き続けるということなので、それはそれで長く話を聞けばっていうのはあり得ると思うんですけれども、ちょっとそれを一段こうもうちょっと没入感を上げたりとか、VR でじゃあディスカッションしてみましょうとか、そういうのをやってみるっていうのはまずファーストステップってあるのかなと思うんですよ。普段ってやられますか、 VR で会議とか。僕は実践投入したことはないです。ないですか、はい、渡辺さんは。そんなよくではないんですけど、たまにやるんですよ、いかがですか。いや VR 実は思ったよりも面白いんですよ、それは2つぐらいかな、面白いことがあって、1つは距離感が全然変わるんですよ、VR 空間の中だといきなりバッてなんかこう5センチぐらいの距離で行っちゃったりとか、なんかこう人とこう離れたのが急に詰められたりとか、なんかこう人と人の距離みたいなものの感覚がやっぱり現実とは違うんですよね。でそれがいきなり目の前に人が現れてきたりとか、なんかそういう感覚、こうこれこう思うんだけどみたいなの来た時バーみたいな感じとかなんかこうですね、VR 空間の中だからこそ、その普段僕らが現実的に会議室ではできないような距離感で、いきなりこう社長の前に立ってこうですよなんてことが言えたりとか、普段の属性を少し取っ払って、かつ距離感も取っ払って割と人と話せるっていうのがこう面白いなっていうのがまず1点で、もう1個は、その自分自身の、ある種アバターっていつも使うじゃないですか、アバターを使ってこう人と話すっていうことがやっぱりその自分普段例えばですけども背が低かったとすると必ずこう人を見上げて喋ってしまうみたいな時に、やっぱりどこかで自分の心理的なところもこう人に対してこう下から見てしまうみたいな時もあって、なんかそういうのが全然変わってしまうというか、いきなり僕女性のアバターでプレゼンをすると、なんかちょっと違うようなマインドで喋るとか、なんかそういうことも起こったりしていて、中の人は一緒なんですけど普段とは違うこう役割というか属性というか、そういうものでディスカッションをするっていうのは全然新しい、いろんな可能性あるのかなと正直思ってます。多分今そういう意味ではこう2つのことが起こっていて、1つはやっぱり今の属性から一旦離れた形で、まさに今おっしゃったアバターのような形でこうそこにこう入ることによって、今までとはこう違うコミュニケーションというものがこう生まれているということだと思うんです。でもう一つは地球の裏側からの人も入ってこれることによって、そのこう一緒に空間をシェアできる人たちの数っていうのがこうものすごく増えていると、その理論的には1億人の人でも一緒にこう一つの場所に集まることができるっていうことが、その何て言うんでしょう、自分も変わっていくし、こっちの場っていうものも変わっていくしっていう、こう2つが起こってきた中で、何かこうそれってこう新しい一つのそのコミュニケーションのスタイルなのを僕らは今こう何とかトレーニングし始めているのか、何かその先にあるこう僕らの何て言うんでしょう、例えばこうワークスタイルとか。人と人との関わりってなんかどういうふうに変わってくるとご覧になってますか。じゃあ社会とか場の側でどう変わるのかなって思ったとすると、同時に存在する数が何万人とか、会議室に何万人いても別にいいわけですよね。だから共にある存在する、なんか共在する感覚みたいなものがこう各人の中で伝
育まれた上である一つのことを決めたりとか、なんかそういうことができるのかなと思ってて、通常何か決めるっていうと偉い人たちが会議なんか会議室で決めましたみたいなこともあるんですけれども、それにじゃあ私もその会議室にいました、それをまあ見ましたっていうことに対する体験、知らないうちに決まったよじゃなくて、自分がそれに参画したっていう感覚っていうのがこういろんなところからこう入ることで起こるのかなと思ってますね。それこそこう戦後テレビっていうものが普及して、まだなんでしょう、ネットフリックスのようなものがなかった時代って、例えば一つのチャンネルを日本の中で1000万人の人が見てたみたいなことって普通に起こってたわけじゃないですか。 でも今多分渡辺さんがおっしゃったような、その同じ体験をしてるっていう意味では、まあテレビは同じコンテンツを消費はしているけれども、なんかこうそれ以上の、まあ、ある種場所っていうものがこう、まあ、バーチャルであれあって、でその中でこうある種体験性としてそれをこうシェアしているっていう、なんかそこが大きくメディア状況として変わってきたのかなというふうに思っていて、ワイヤードももともとその創刊の時 の編集のメンバーでケビン・ケリーっていう人がいるんですけれども、まあ、彼が言っているのがこう100万人のコラボレーションっていう言い方をするんですね。で、まあ、そのだからインターネットってものがこう生まれてきて、まあ、90年代にはこう商用化されてきて、みんなが使うようになってきて、でもまあ彼に言わせればまだまだそのインターネットのポテンシャルのもうこれぐらいしか僕ら使ってないと。でそのインターネットで何が実現するのかって言ったら、それ100万人がコラボレーションできることなんだっていうことを言っていて、まあ、今僕らはこうそれこそZoom 会議だけでもコラボレーションにあたふたしてるからまあ100万人ってこうちょっととてつもないように思えるんだけれども、一方で先ほどのテレビ1000万人の人が見てたっていうことで共感か、ある種のなんか共通の感覚っていうものを超えてたとすると、なんか今の渡辺さんのお話を伺うと、なんかそれに比べたら100万人ってまだまだいけそうな気もちょっとしてきていて、そのコラボレーションっていう意味でのその規模の拡張の可能性って、なんかこう どういうふうにご覧になってるでしょうか。なんか一個のイベントに100万人集まるって、まあ、なくはないですよね、うんうんうん、大きな花火大会とか、はいはい、もしくはなんかこういろんなスポーツイベントとか、うん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 、でさらにオンライン上でもゲームとかだと同時接続数100万とか、はい、そういうのもあったりするなとは、うんうんうん、まずなんか人が集まるっていうことだとありそうな気がするんですよ。で、じゃあ何を共同でやったらいいのかなって考えた時に、例えばなんだろうな、同じ文化圏の100万人だったらお祭りとか楽しそうだなとは普通に思いますし、で、じゃあ文化圏が違う人たちで、じゃあ一緒にコラボレーション、もし働くみたいなワードが入ってくるとすると何かなってこう少し今考えると、何ですかね、なんか仕事みたいなものをなんかこう多分企業で100万人ってほとんどないとは思うんですけど、あえて言うとなんか誰もにとっての社会課題みたいなものになるはずで、でそういうことで言うと何だろうな、惑星移住とかですかね。なるほど。分かんないですけど、なんかそれぐらいの規模感のことをなんか我々が社会課題としてこうシェアできた時に、なんかそういうのが100万でも1000万でも1億でももしかしたらできるかなってなんとなく今思ったんですね。そういう意味ではその、まあ、まさに今のこう気候危機みたいに言われる中で、まあ、その気候危機どうこう防ぐかみたいな、CO2 排出ゼロっていうのは一つの目標なんだけど、まあ、ある種 その大きなこうグローバルコモンズのようなものがそこに生まれてくると、割とそこにこうプロジェクトコラボレーションが起きやすいみたいなところがあるんですか。そうですね、やっぱりなんかこう一緒に人々が何かするときって親密な 何人かぐらいから、じゃあ社会的な、はい、まあ、1万人2万人ぐらいまではなんとなく、はい、みんな個人の意思で頑張ればできそうな気がするんですけど、なんかそこから先ってもうなんかカリスマ的なリーダーとか物語とか、なんかそういうものに対して各人が勝手にというか、さっきのまあ大きな物語、自分事として持ちながら自分の意味をこう発見していくって、まさにセルフアズビー的に関わるしか多分ありようがなくて。なるほどね。
ぜひお伺いしたいのがウェルビーイングな未来っていうものをこう仕事とかその健康っていう中でどうやってこう見出せるのかっていうのがこの、ね、今日お話しさせていただいたテーマだったと思うんですけれども、そのウェルビーイングトゥアーンっていうものはあり得るのだろうか、あり得るとしたらどういう形であり得るのか、まあ、じゃあ例えばそのプレイトゥアーンみたいに、まあ、ゲームなり、まあ、他のことをやりながら稼ぐってどうやってできるのかとか、まあ、今そのムーブトゥアーンみたいに言われてるものもあって、まあ、それは何かこう、ね、自分が体を動かせば動かすほど、まあ、自分はこう健康になるわけなんで、まあ、なんかそういったものと何かその対価っていうものがこう結びついてくるっていうのがあった時に、そこら辺ちょっと最後にお伺いしてもいいですか。ウェルビーイングっていうものを、うん、まあ一言で言うと割とそのウェルビーイング幸せみたいな話になるんですけど、ただその要因っていうのを考えると何かを達成するとか、そういう割とその資本主義的なものとも相性のいい部分もあるし、一方で人との関わりとか、まあ感謝だったりとか、なんかそういうあまりこう資本主義となじまない部分もあったりしていて、なんか今って割と今まで成長ずっと成長している社会から時だったら、まあ、ある種こう達成感だったりとか、その数字に残るようなものがこうそのまま仕事ですって言ってよかったのかもしれないんですけど、今まで今仕事と呼ばれてないものもおそらく仕事なんですよね。それぞれにとっての、まあ人との関わりが自分にとってウェルビーイングであったり、人の人生をまあ横でこう寄り添うこと自身に、まあ、ウェルビーイングを感じるんであれば、それに対してそれなりの、まあ、仕事としての意味や価値みたいなものをもうこう僕ら社会全体として付与していくとか、誰もにとってウェルビーイングなことをしているんだけど、アーンとこう関わるようなこともあるのかなっていう気がします。渡辺さんおっしゃるのはこう今もうそういったその予定調和的なシステムっていうものがどんどん壊れている中で、まあそこをこう調整していく、ある種のその人格労働というか、まああの人格と人格で向き合ってそこを調整していくところっていうのが、今まではその仕事としての価値として定義されていなかったんだけれども、そこをこうもしかしたら積極的に定義できることようになるかもしれないし、まあそうするとあのその部分にあるウェルビーイングっていうものの価値もちゃんとあの救い上げることができるようになってくるっていうことなんですかね。まさにそうですね。自分がどう関わっているのかっていう、その機能的に契約的に関わっているのか、人格的に関わっているかっていう、その相互さえなければ、人はやっぱりそういうふうに働いていけると思うんですよね。まさにその今までその僕らが考えていたその仕事っていう定義、まあ、なんて言うんでしょう、成果に対してこうリワードがあるようなこう仕事っていうものじゃないところにこそ、あのおそらくこれからもう一度僕らが積極的に定義していくようなその仕事っていうものがあるし、まあ、それとウェルビーイングがどういうふうにつながっているのかっていうことをこう自分たちがこうちゃんとこうセルフアウェアネスというか、あのちゃんとそれをこう自己認識してあげるっていうことが、おそらく これからの2030年の仕事と健康っていうものを考える一つの今入り口だし、僕らこれあの割と今日からでもというが、あの日々あのそこを意識してやっていけるんだなっていうことを、あのちょっと渡辺さんとお話伺っていて思いました。あのまさにね、これからのその人間の社会ですとかを考える上で あのヒントっていうものが、あのここからあの導き出せたかなと思って、ぜひ皆さんにもね、あのそういったものがあの一つでもあの多く感じていただけたらと思っています。あのこれからもこの対談を通して未来についてあのぜひ考えていきたいと思います。今日はあの渡辺さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。そんなお話ありがとうございます。